ゆずぽーん、おはようございます。コーデーズキです。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。本日は埼玉です。久々ですね、埼玉。はい、メガガイア東大宮様、ありがとうございます。で、何すんの？決まってるんですよ、やりたいことが。メガガイアさんで、うん、以前やってた企画って覚えてますか？分かりたくない一発機を攻略してたんです。あー、出た、やっぱりマグロちゃんだ。シュッ、ササッ、寿司三昧だったりとか。やったね。で、最近そういう系の面白そうなの出たじゃないですか飛んでない、大丈夫？飛んでないヘリ飛んでない、大丈夫？ドバイ向かってない、大丈夫？行く？ついに、私初打ち。まあでも、まあ、言ってしまえばあれでしょ、ゲームフロー的には。ゲンやっぱ今回薬物機攻略ということで。はい、オッケーです。行きましょう。いやでもちょっと絵的にあれかもしれないですけど、耐えてね、みんな最後まで見てね。44台だったかな、あるところ。ターンレフトです、お願いします。きっとここでしょう。6台もあるじゃん。うわ、これは気合が入っているに違いない。こっちじゃダメこれも打ちたいんだよね。どれがいいとかわかんないか。あ、でもこれめっちゃ昨日当たってる、昨日とと当たってる、これでいいんじゃない。当たり癖がありそう。まあ、6台ありますから。そうそうそう、何台か触れるだろうから打ちながら考えます。テキスクリニック P イエス、タカスクリニック超整形ブラックです。行かせていただきたいと思います。普通に打てばいいの？普通に、そうですね、普通に打つ以外何がありますか？そういうことじゃないじゃん、わかるじゃん。豊丸さんだし、餃子と同じ感じよね。そうですね。ここ狙って、まあ、左か、まあ、右か、はい、ね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 。あの腹筋がシャカ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 。あー、シックスパック。お、いきなり。いきなりソラルート。ここに入ればいいよね。頼むよ。イエス言ってる、イエス言ってる。イエス言ってる。めっちゃ、めっちゃ周回する。はい、はい。Oh my god! いいですねー。楽しいね。とりあえず初心でいいよね。初心だし。そうですね。モードも4つ、5つぐらいあるんですよね。見る、見るだけ見るよ。そうですね。まずはここからザ・パティンコ。最新、ボタンを押すと院長が答えるかも。長身、前長タイプ、院長が変化すれば。あ、違う違う違うの違うの。先心地タイプ、光れば当たり。あ、分かりやすい。で、へそで当たれば絶対に1000発もらえるっていうのと、絶対にラッシュに入るっていうのがね。そうですね、いいよね。うん、お、いった。Yes! Yes! あー、はいはい、やだ、もうシックスパックでパコパコしてよ、ちゃんと。せっかくまだ空いてるから打つ。ちょっといろいろ様子見てもいいかもしれない、ね、そうだよね。2000円とりあえず打って、あれ出ない、これもしかして。あそこ回ってないもんね。はい、では2台目来ました。赤
るい写真ね。ここもちょっと2000円打ってみます。どの院長がやる気でしょうか。やっぱね、腹筋のコンディションも整ってないとね。まあこういった薬物系は、なあ、あ、開きましたね。1個は入るじゃん。当たっちゃえ。36分の1。はい、赤ずがらが止まればリーチ。大丈夫かな。周りと比べ貧相な肉体の青年はとてつもない場違い感を感じています。なんで出たんだろうな。僕のところに来い。おお、行ってくれ青年、頼むぜ。もう諦めんの。あれ、はい、石田公主はサラブスニャボニーにさじみが多い足裏に。でも壁が青だったね。ピンクだったらよかった。チャンスみたいだって。でも赤文字じゃないな。リーチ。出た。出た。え、このまま当たることあんの。いや、さすがだよね。まず2000円これで使い切り。この台では2回転と。うん。で、ちょっと右に行ってみましょうか。はーい。お、いった。お空です。あ、セカンドではないか。イエス。へい、へい、へい、頑張れ、頑張れ。マジ？上手やん。青だな。バッテリーティーチにならなかった。何か撮りたいとおっしゃってませんでした。そうなんですよ、撮りたい演出があって。ああ、それモード選択できるじゃないですか。はい、初心、最新、超新かな。それこれ、そのモード。ずっとこの顔見てるってこと。なんかちょっと調べたところによると目が大きくなったりとかちょっと違和感があるらしいんですよ。どのタイミングで出るのかも、なんか音が鳴って出るのかもまだ全然わかんないんですよ。その絵を撮りたくて。なるほどね。なのでちょっと今日はもう一台カメラを持ってきたので、自分が隣で撃って。そういうこと。永遠高須先生の顔を写しておこうかな。当たんなかったの。あ、そんなにお金持ってきたってこと。ないんですよお金は。何を言ってるのかちょっとよくわかんないんですけども、私もないよ今。ごめんだけど ATM ありましたよ。あー、あるな、うん、まあ散々売ったじゃないですかこの間、僕のお金で。あ、そっか、まあそうだね、石川県で。そうだわ、忘れてた。あの恨みは僕一生忘れないんで。あ、そう、当ててくれればいいもんね。 93% だし。じゃあ小田さん、すいません、お金いいっすか。あ、そっか、はい、はい、ありがとうございます。あ、いた、入った。マジ当たって、お願い。違和感はないですね。長ければ長い方がいいのかね、やっぱ。やっぱそうじゃないですか。裏でリーチ回ってたら長いもんね、うん、1回転目ですよ。ボタンとか押したら変わるのかな。変わらないですね。え、リーチかかってないじゃん。あ、止まった。
10万コースだよな、当てないと怖すぎて。当ててくれよ。今回自分実践しながら喋るっていうのが人生で初めてなんですけど、うん、まあ、もちろん演者じゃないんで、うん、普段は後ろに立って見てるだけとか、まあ高田さんのゆずぽんだった場合会話はありますけど、うん、打ちながら喋るってちょっと大変ですね。すごいでしょ、うん、やっぱ集中しちゃう台に。私ぼーっとしてきちゃう。できない。すごいよね、できる人。いや、あなたやってますから。できる人すごいなって思う。あ、ビップルート行った。2個空いてるじゃん。ここが2回分、あ、こっちこっちでしょ。お、2回転しました。保留が1個溜まっております。頼む、当たって。ここで変化はないですね。そんなバッて出るのかな。じんわり出るのか、いきなりバッて出るのかすらわからないじゃないですか。そうそうそう、アハ体験みたいなさ、なんか、うん、どこが変化したでしょみたいなことだったらわかんないしさ。変わってないよね。変わってない。変わってないし、まだ回ってる。初心とかだったら激アツリーチとか言ってるのかな。変わらない。あー、止まっちゃった。これが2回転目ですね。いや、体が当たって本当に。え、ダメなのかな。あー、ダメでした。2枚目。あ、2回転回った。マジ？え、3回転。うわ、これ大チャンスじゃないですか。保留が2個ある状態です。すごい。だが変わらない。ボタンは？あ、早い。1個目。あっちゅう間に1個目終了です。あー、3つ目。頼むて。あー、終わっちゃった。止まってしまいました。あ、赤、赤保留。え、赤保留。赤保留で壁ドンピンク。ちょっと一旦私は席を離れてカメラの方を。頼む、本当に。どっちにするってこと？うわ、いた、いた、いた。ここから、ここから、ここから、ここから。来た。緊張面談。つないで。ぜひ僕の心を震わせてくれ。さあ、ボタンに手を置くんだ。はい。ボタンに手を置き、院長と心をつなげ。あ、押し続ける系ね。お願い、お願い。赤。お願いって。え、金じゃないのこれ。え？残念だ。また来たまえ。高田さん、はい、1万円がちょっとなくなってしまったんですが、ですが、バットしかし10回転。いいね、それは打とう。これちょっと続けるべきですよ。うん、それは打とう。早く当ててどいてくれ。ちょろ。2枚目です。はい、私はもう3枚目入る。おお、そう、メイス。お、また回った。え？順調ですけれども、
当たりが引けないことには始まらない。あ、違うのよ。ややこしいのよ。違うのよ。もう何よ。やめてよ本当に。何なの？何か何か起こったは起こったんですけど。謝って。ちょっと待って。いや積もってよ、マジでマジでお願いよ本当。マジ当たったと思ったわ。本当その音はダメだよ。ああ。吸われていく。ああダメでした。わあもう。大チャンスだったのに。本当だよ。高田さん、一箇所どこでも整形していいよって言われたらどこしますか？もうどこ直しても無理な気がする。整形とかじゃなくて、うん、このパチンコ業界で顔ごと変わるって言ったら、株かな。あ、株さん、もうお人形さんじゃんな。あ、確かに。あれ同い年って悲しくなるよね。羨ましいもんな。なんかインスタとかさ見ててもさ、もともと綺麗なお肌だからそりゃ何使っても綺麗でしょうよって思いながらいつも見てる。可愛いなって。でもしれっと40回してるじゃん。本当だ。本当だじゃないのよ。いやもう無にならないと。やってらんないなと思って。やってらんない。パンダ一郎だって。クマかな。やっぱり、あー、赤い。びっくりした。タカが止まったら当たりだよね、確か。あ、高すって。あら、警報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 。ストップ、ストップ、ストップ。マジで、まさか赤い赤い。ちょっと。あ、ちょ、なに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 。高すのちょめちょめがって言ってる。イエス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 イエ先生と繋がりたいです。赤文字はデフォーですかね。ね、お願いします。え、ブルブルしてる。あれ、さっきバイブなかったよ。マジ、やったー。32回転目かな。入れた、私5枚入れた。44本かな投資。やったー。いやーすごい、さすがだ。やっとです。よかった、当たって、事故回避。2人で今おいくらですか？9枚、うん、2万発じゃ足りない。もう、あ、でも今6000円余りと4000円余りなんで実は8枚ですね。あー、オッケーオッケー、じゃあ2万発できるじゃん。どれでいく？いやもうここは高田さんにお任せします。あ、じゃあ順番でいこう。ここから2分の1を4回で引けばいいだけです。2分の1だからね、簡単でしょ。長いな。え、待って、ちょっと、これもうラストでしょ。無理。え、やばくない？
まだありますよ。ここでボタンが。無理無理無理、マジで無理、ほんと無理。ボタンないじゃん。煽りすらなかった。油断しちゃったんじゃないですか。油断はしてない、油断はしない。10万使ってて油断するやついる？いねえよな。やっぱラッシュ入ったっていう安心感。あ、まあね、追加投資のお時間です。ないって。これ何枚目ですか？10枚目ですか？10枚目。ヒヤーじゃないのよ。ヒヤッツ、ヒヤッツじゃないのよ。なんで10枚使ってんの私。せめて顔変えてよね。あ、じゃあ私もそっちでやるか。あ、じゃあ2人とも顔変えします。うん、そこまでそれやったんならさ、見せないとでしょ。ほんとですよ。お疲れ様でした。仕事したなって感じですよ。どの口が言うか。結果どうだったんですか？11万負けです。2人でですよ。11万負けです。やばい。虫も飛ぶよね。すごい虫飛んでるけど大丈夫そう？すごい虫飛んでるけど大丈夫そう？まあ、今回初めての試みで自分が隣で打ってみたんですけど、はい、全くいいところなし。今日限りでございます。最後ですか？二度とさせません。テンポさんの方はどんな感じでしたかね？ちらっと見たら番長ゼロがいい感じだったのと、パチンココーナーだったらエヴァですね、の稼働が高かったかなっていうところ。番長ゼロコーナー、あのエスカレーター上がってすぐのところが番長ゼロになってたんですけど、うん、半分ぐらい箱使ってたのかな、半分以上箱使ってた感じでしたね。我々で決めた企画、ことごとくうまくいかないですね。視聴者さんになんか決めてもらってもいいかなってちょっと思い始めました。投げるね。ということで23回目は11万負けという大敗を喫しましたが、また次回あることを祈っております。全国のホール様、何卒よろしくお願いいたします。本日はメガガイア東大宮様からお届けいたしました。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。はい、OK です。ATM 行かなきゃ。